祭礼の舞第3幕輝く燭光。貴族がその高貴さを誇示するためだった儀式も今ではただの余興。剣鏢王を立つ。罪人の末裔が自ら復讐の枷を解き放つの。いつまで覗き見しているつもり？私はただエウルアが心配で。それじゃ罪人と一曲踊ってくれる？